も、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあいよいよパート100、やっていきましょう。通常のクルーですが、新マップのサブマージドなので、しっかりとタスクを覚えていかないとね。いや、その必要はなくなったぞ。え？なんで？もうお前はタスクをしなくても良くなったからだ。うわほんとだ、もうサイドキックになってる。はっや。サイドキックは、終盤になって各城の人に使ったりするのが強いからな。初手からサイドキックくれるなんて珍しいな。それだけ信頼されてるってことでしょうか。いやたまたま近くにいたからじゃね。ここはポジティブに捉えておきましょうよ。メテオさんの期待に応えれるよう頑張るわよ。死体でなかったので1ボタンカットして3ターン目。正直暇ですね。サイドキックはキルできないからな。ちょっとベントどんな感じかチェックしておこうかな。ふむふむ、こう繋がってるのね。バレたら大変だからその辺にしとけ。あ、エレベーターから。メテオさん出てきた。上からメテオならぬ下からメテオ。うわ、停電だ、怖いよ。メテオさんもどこかわかんなくなっちゃった。インポスターにキルされたくないし、早く直しに行った方がいいかもな。そうね、ここのエレベーターから降りましょうか。トマヨさん、怖い。殺されるかもしれないし逃げておきましょう。霊夢は今マットメイトみたいなもんだからな、死なないのが最優先だ。あ、メテオさんだ、下に降りたみたいだね。ラテさんが右から出てきたな。とりあえず早くメテオさんと合流したい。私にとって唯一安心できる存在だからね。と、またマヨさんいるな。私には目もくれずセントラルの方行ったし、インポスターではなさそう。さて、余計にボタン押しちゃったっぽいが。これで1階に降りれる。いやー、やっぱり新鮮だねこれ。ちなみに前回と同じ日で、サブマージド2回目の試合なんだぜ。あ、メテオさんと合流できた、やったー。あまり一緒に居続けるのも良くないが、適度な距離を保つことでお互いキルされるリスクを減らせるし、議論もしやすくなるからメリットが大きいな。っていうかこのターン結構長いわね。そろそろどっかに死体転がってそうだけど。とか言ってたら通報だ。おお、3人死んでるのはナイス。やば。そんな気はしてた。どこですか死体。下の、セントラル左のエレベーター前くらい。1階か。停電後くらいから俺グサオさんと一緒にいたんだけど。そうですね、でマヨさんが上にいて。いや、2階いないです俺。え、嘘？マヨさん上いたと思うけど。で、ラテさんは確かに下にいたんですよね。セントラルの上から見てたけど。メメさんとウパさん死人ないなぁ。あ、自分メメさんの死人あって。40秒くらい前にカフェテリアのタスクやってました。あ、2階ですか。今回僕ずっと1階いたけど、ウパさんもメメさんも見てないなぁ。40秒だとちょっときついなぁ。これ詰まるか？死体の数が多いなぁ。まあラテさんに絞っていきましょうか。多分移動経路そんな多くないと思ってて。エレベーターの前で死んでるんだったら、下の右上あたりにいた人が怪しいかなと思うんですけど、いないですか？自分もろろ加湿と電気室の間にいるんですけど、停電前に2階ロビーいて、そこから下って、ロビー保管庫セントラル、ろ加湿電気室で終わりなんですけど。あ、そっか、すれ違った気がする。うん、メテオさんとすれ違ったけど。停電後に電気室行ってんのよ俺。で、ラテさんをそこで見てると思う。ラテさんはそこから左行ってんのよ多分。で、その後にレイマリさんと会ってる。多分直したのラテさんだと思うんだよな。まあメテオさんは多分違うと思うけど、正直セルフしなくていいですからねここ。グサオさんグサオさん。はい。あの、さっき俺上いないって言っちゃったけど、ゴリゴリ上いました。ははですよねー、そうそう。マヨさんゴリゴリ上いたと思う。ゴリゴリ上いて、右上のエレベーターからロビー通って、セントラル行って最後ミーティングで終わりなんで。ずっと2階？そう、ずっと2階です。じゃあ隠しろではないけど、割と白っぽい気はするかな。ラテさんのキルに関しては。これさ、エレベーターの前だと、キルしてすぐエレベーターの連のかなとか思っちゃって。そう、だからエレベーターで直近キルはわかんないけど、とりあえず通信のエレベーター前でマヨさんと会ってるのは事実で、なんならセントラルのベントだと下から上行けるから、あとどっか城取れるとことか、もうシェリフとかも出た方がいい気がする。あ、自分シェリフです。おお、強いね。とりあえずレイマリさん置いとこう。まあサイドキックされるかもしれないけど。それは俺も思ってて。まあまあまあ。しょうがないしょうがない。じゃあサイドキックされる前に誰かに突っ込みますよ。お。まあここは多分結構切れると思うんだよ。意外とイエモンさんとかちょっと怖いなとか思ってる。そうですね、浮いてるのが俺と。誰だ？まあ自分もそれなりに。そうですね僕も。あ、じゃあイエモンさんアッパー集合でやろうかな。アッパーのどこ？セントラルっす。あ、了解。で誰か停電待機してほしいかも。じゃあ俺行っときます。今回は多分誰も近くにいない方がいい。これカメラとかないのかな。カメラのある場所でやってほしいんだけどな。カメラどこにあるか知らんのよな。わかんないよね。あ、わかったわかった。上と下で見ればいいんじゃない。ああ。
そうか、下でやってもらって、上から見てた方がいいよね。そうそうそう。そうっすよね。なるほど。じゃあロアでやりましょうか、ロアで。はーい。いい考えだこれ。切られる人が下で、見る人が上。おもろ。メテオさん停電待機行ってもらって。じゃあロア行きます。じゃあメテオさん、イエモンさん、レイマリさんが下で、他は上ね。オッケー。はーい。いや、我ながら天才的なひらめきじゃないかこれ。確かにこうすればサイドキックされる心配がないもんな。議論の流れでシェリフを出させ、サイドキックされる恐れを煽ることで、この展開に持ってこれた。実際ジャッカルはシェリフにサイドキックするパターンが多いし、それが成功すれば強いからな。そこでこの安心システムというわけだ。だが皮肉なことに考案者の霊夢は、サイドキックが絶対に起こり得ないことを知っている。なぜなら、私がサイドキックなのだから。お、切れたな。イエモンさんはインポスターだったってことね。ナイス、切った。切ってたねー。もうこれレイマリさん白なの。うん、まあさすがに。追えないよね。後でサイドキック渡されてもめんどくさいから、もう自爆するまで誰かにとすりたいな。やば、ありよりのありだと思うけど、多分サイドキックの方が早いと思うんだよね。いやだからさっきみたいに分かれれば安全でしょ。うん、で突るんだったら誰に突るんだって話ですけど。少なくともラテさんのキルは、マヨさんメテオさんは多分無理っぽいと私は思ってる。うん、で私には白出るかわかんないけど、多分出るんじゃないかな。ひな兄さんかなぁとするなら。来ます?ひな兄さんかみぞれさんかの二択で迷ってるんですけど。私も死体位置はわかんないけど、マヨさんメテオさんはほぼほぼ厳しいと思うんですよね。え、そうなんですか。だってマヨさん2回いたんですよね。2回いたけど経路は多分合ってて、まあ直近でエレベーター降りたらわかんないけど、そんくらいしか多分無理なんで。グサオさん最後1回にいたなら、マヨさんと死人取り合ってない状態だと思ってまして。でもグサオさんはちゃんと1階に降りてるところまで見てますよ僕。グサオさんは全然僕視点も白いかなと思うんですけど。マヨさんがってことですよね。まあそうだけど一応さっきの経路は合ってると思うんで、そこでちょっと信頼感で立ってだけですけど。だからまあ隠しろは出せないけど自分の中ではちょっと白っぽいなと思ってて、他のひな兄さんとみぞれさんは情報がないんで。そうっすねー。じゃあひな兄さんと釣ります。メテオさん変わらず停電待機してもらって、後上でいいですかね。わかりました。はーい。はーい。じゃあそういうことで、ひな兄さん行きまーす。よし、またうまく誘導できたわ。これでもう一人減るな。ポイントはメテオさんだけじゃなく、ガチで白っぽいマヨさんにも白出しすること。そうすることで私はラインを疑われることもなく、かなり白っぽくなれる。まあ実際そこ3人はキルには関与してないだろうしな。お、また切れたのか。これでインポスター陣営全滅ね。プロ、マジ、強いなぁ。すごいなぁ。なんならシェリフが足りケアして自分釣ってもらってもいいっすよ。確かに。でもここまで来たら、ジャッカル残ってサイドキックまだ渡してなかったら怖いかなってのはあるけど、まあそれはどの道負けなんでしゃあないんじゃないですかね。まあここまで来たらさらに誰かに突って。そうね。だとしたら、さっき3キル起きてましたよね。3キルっすね。だったらもうメテオさん完全白起き、みぞれさんと釣りたいなぁ。なんかみぞれさんさ、上枠予定だったのになんで下湧いたの?そうそう、毎回下なんだよ。そう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 。そう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 。最初の1回はあれで、2回目はちょっと、人員足りてそうだしタスクやっちゃおうと思って、こそこそタスクやって。あははは、ちょっとみぞれさん行きたいな。若干俺前回会った時マジで死を覚悟したぞ。オッケー、みぞれさん行きます。レイマリさん3キル決めてくれ。神シェリフ決めてくれ。その後どう進行してくかっすね今。いやでも2人切れてるから。もしみぞれさん白だったらそこまで問題ない。そうそうそう。じゃあ、ロアに。はははは、勝った、完璧だ。みぞれさんが2回連続で約束を守らなかったのもあって、冤罪で突の対象に。これまでの3ターン、私は自分の手を全く汚すことなく、ここから高みの見物をしているだけで、勝利を手に入れるのだ。これぞジャッカル、完璧な漁夫乗り。さあ、たくさん殺してくれてありがとうシェリフさん。だが間もなく気づくでしょう。あなたはずっと、ジャッカル陣営の手のひらの上で、踊らされていたということに。いやー、これは完璧と言っていい試合だったんじゃないか?ちょうど節目となるパート100を、素晴らしい勝利で締めくくれて嬉しいです。ということで、いかがだったかな?チャンネル登録や高評価、そしてパート101からもよろしくね。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するぜ。また他の動画で会おうな。バイバイ。